はい、勝メ氏です。えー、実は僕は JC です。えっ、ー、と、熟熟チースポーで JC です。で、今回何を思ったかっていうと、あの、石丸さんっているじゃないですか。あの、都知事選で石丸さんは2人いて、あの、アディーレ法律事務所の。 なんかゆきとだっけ石丸ゆきとさんとあとね2位だったあの石丸慎二さんがいらっしゃると思うんですけど僕が今回言及したいのは石丸慎二さんで何を言いたいかっていうとこの人に頭ポンポンされたいなって思いましたねなん、まあ、でかっていうとね 彼は男なんですよ。それは何でかっていうと、あのー、彼は40代で京都大学を出てて、あのメガバンク勤務でエ、エリートだ、エリートの上に統一教会にも顔が利いて、お金を持っている選挙資金にも全然、あそう統一教会とね、あの関係はないらしいんですよ、そういえば。うんまあ、あのなんか応援してもらっただけで関係はない。 で、これはちょっと間違いないでほしいんですけど、まあ、要はお金持ちなわけじゃないですか。で、しかも、秋高田市長やってた。ということで、その、公職にもついたことがある、ね、インテリだと思うんですけど、やっぱね、あのー、女ってのはね、不要なんですよ。うん、真の男にとっては。うーん。男が、 女になればいい。だつまりどういうことかっていうと、その男と男がいて、そのどっちかの男がその、男力をこう競い合ってね、スカウターで。で、競い合って、男度が低いってなった方が女になればいいで女になった方は頭をなれなれされて、石丸さんに、こうね、あの、 階級を思い知らされるマウンティング行為これでいいんですよでつまり僕は弱者男性なんで石丸さんに頭なねだりされたいなって思いましたねうんまあでもなんかどういうのが男かっていうのは、まあ、いろんな比べ方があるとだつまり僕は JC 熟熟チスポってさっき言ったけど、そのチスポがですね、そのジャイアントである JC ではなくて、スモールであるとで。要はそのチスポをこう、フェンシングした時に、こう、カブ合わせをして、で、もう負けた方はメスになるんだ、と。魚にもそういう魚はいて、あの、後から性別が変わる魚っていうのがいるんですよ。うん、それと同じですよね。 うん、だからねなんかねその勘違いしてる人がいるなんかその女の人がそのアイドルがその言ってることがなんか最初から間違ってますとそういう感じで言うんじゃなくてひろゆきが言ってるようになんかある程度こう下駄剥がすのが礼儀だみたいな人間としての礼儀っていうかあの思いやりだみたいな。 そんなことはね、必要ないんだよ。最初から頭撫でられればいいんだそれが嫌だったらもう女はもう除外して男と男でどっちがメスになればいいっていうのが僕の意見です。はい。やっぱ弱者男性ね、あの、まあ、横山緑候補が大人食堂を作ろうと、ね、言ってたんですけどね、その、そう、大人食堂じゃなくてね、男食堂を作りましょう。だから、その、 ね、男あ、女の人にだけ、その大学生に飯を配るとかじゃなくても男にだけ配ろう。男の去年の自殺人数は女の2倍なんです。うん。ではもうね、男同士で全てを解いしましょう。うん。だ弱者男性がその、弱者男性が強者男性に養われて、女はもういらんと。うん。いうことになると。まあそうした時に、その、 聖書行為ができなくなると。まあ、そういうのはどうしたらいいかということになるわけですけど、もうね、そしたらもう日本終わりでいいよと。うん、この国は終わるということで、それがアンサーだということですね。うん。でもね、なんだろうね、なんか今回の選挙について思ったことは、その小池百合子さんを は、なんかその、ね。ミソジニーによって、蓮舫が落選したって言われてますよね。だから小池百合子は、蓮舫陣営の人から見たら、名誉男性なんですよ。だから小池百合子は僕男として、あの、仲間として認めます。で、お願いしたいことがあると。あの、都営大江戸戦の、あの、大泉学園延伸、早くやってください。 あと、外環道の大泉ジャンクションから洋画までも早く繋げてほしいし、まあ石原慎太郎もその、ね、あの、いろいろ頑張ってたんですけどね、うん。マス添えと猪瀬は俺も論外だと思ってるんですよ。うんで、まあ彼がある程度は進めてくれたと思うんですけど、まあね、まあトラックの排ガス規制とかも続けてもらっていいんですけど、あの、その、とにかくその、 道路をお願いします。で、あと、放射7号、目白通りの延長も早く、あのね、お墓、あの、東京都が、その墓を、以前もこの、ね、別の動画で取り上げたんですけど、その、放射7号線、まあ、目白通りの延伸部分、まあ、僕の地元の大泉なんですが、あれは東京都が <laughs>、あの、墓を買わない、その、移転先の墓を全面移転するための土地を買わなくて分断させようとしてる。 でも早く、だからね、とっとと隣の家何軒か買収してなんか増やすとかして土地くっつけて、ね、全部移転させてくださいということですね。まだ千駄ヶ谷みたくその地下くぐるわけにはいかないと思うんでね、墓の下を。道路の延伸も早くやっていただきたいけど、大江戸線早くお願いします。本当に。<laughs> 本当ね。多分ね、あのー、そのメロン配ってたあの地元のね、東京教区の,の元議員のさ、あの自民党の菅原一周って言うじゃないですか。 あの人に頼んだところもどうにもならないんで、あの、トミーファーストでもうあの代議士出してさ、もうやってくださいよという感じで <laughs> あの僕あの。僕は釘議会の下田玲さんが、なんか実はあの人、ね、東洋の引鉄出身らしくて、うん、同じ大学出身なんですけど、<laughs> 同じ大学、同じ学区出身なんですけどね、あの、 もしよかったらね、スカウトしてほしいなって思いつつね、だトファーでね、うん。でちょっと都民ファーストの会にちょっとコビを売っていきたいんですけど、同じ大学、同じ学科の人がいるんで、うん。行っていきたいけど、でも、まあ、まあ、やっぱね、その、自民党で男祭りで宗教パーティー、政治資金パーティー参加したいと。<laughs> 宿ってほしいと。<laughs> なんかあの、 統一協会でも何でもいいからさ、なんか創価学会でも何でもいいから、なんか、そういうさ、なんか、宗教団体が運営してる、なんか、病院でも何でもいいですけど、なんかそういう施設のさ、なんか、やる気のない売店の受付とかをやりたい <laughs>。<laughs> と思ってますんでね。うん。お願いしますっていう感じで。でも小池百合子は名誉男性です。はい。というわけで、トファとかにちょっと媚びを打っていきたいんですけど、まあ、石丸慎二さんね、頭慣れてほしいんですけど、 まあ、石丸さんに僕が頭をなでられるときはまあヘルメットをかぶらせていただきます。<laughs> というわけで今回は動画以上となります。